高速液体クロマトグラフィー、高速液体クロマトグラフィー、高速液体クロマトグラフィー、略称 HPLC はカラムクロマトグラフィーの一種である。移動症として高圧に加圧した液体を用いることが特徴である。機械的に高い圧力をかけることによって移動症溶媒を高流速でカラムに通し、これにより分析物が固定症に止まる時間を短くして、 分離能、検出感度を高くすることを特徴とする。現在では分析物の注入から検出、定量までを一体化して自動的に行えるようにした装置を用いて再現性の高い分析が比較的簡便に行える。分析科学や生科学で頻繁に用いられ、俗に液黒、液体クロマトグラフィーの略といえば、これを指すことが多い。 高速液体クロマトグラフィーにおいては、各物質は、比較的鋭いピークとして検出され、分離、他の物質のピークと明確に分けられる及び検出、鋭いピークにより高い感度が得られるの能力が、銃の液体クロマトグラフィーより良くなる。移動症としては、カラムや装置に悪影響を与えない範囲で各種の、溶媒が使用される。水や、塩類の水溶液、アルコール類、 アセトニトリル、ジクロロメタン、トリフルオロサク酸などが用いられる。愛用性のある、互いに混じり合う溶媒を混合して使用する場合が多い。溶媒の組成に勾配をつけて、すなわち組成を連続的に変えて溶出を行うことも多い。例えば口実の逆小クロマトグラフィーにおいて、水、メタノール勾配を使う場合、 まずメタノールの少ない条件で極性の高い物質が溶出し、その後メタノールの割合を増加させていくに従って、より極性の低い物質が順次溶出する。これをグラジェント分析と呼ぶ。これに対し、一定組成の溶媒で分析物を溶出させる分析法をアイソクラテック分析と呼ぶ。測定時間は測定物質及び測定パラメータによって大きく。 変動するが、一般的には、数分から数十分、回程度である。HPLC の心臓部とも言える機器。極めて安定した送液ができる構造となっている。ポンプの前には、オンラインの脱気装置、デガッサー、ディーアッサーがついている場合が多い。また、プランジャーの前後には、チェックバルブが取り付けられており、移動症の逆流を防ぐ構造になっている。 ポンプの最大使用圧力は40ンパ程度であるが、2000年代後半には100ンパ程度での高圧送液が可能な超高速液体クロマトグラフィーと呼ばれるシステムが登場し、シリカゲルの微粒子化と相まってより高速、高分離能での分析が可能となった。ナオプクはメーカーによってアップク、ユフク、シマズなどと称されている。資料を注入する部分で、 手動式マニュアルインジェクターと自動式オートインジェクターがある。現在市販されているマニュアルインジェクターはほとんどがレオダイン社の製品であり、レオダインがマニュアルインジェクターの代名詞となっている。仕組みは2種類の流路を切り替えるという極めて単純なものである。大部分のメーカーがレオダインのマニュアルインジェクターを装置に内蔵しており、サンプルを シリンジで計量し、これを切り替えて流論に注入している。メーカーによりサンプルのハンドリング方法に工夫がされており、使用する目的に応じて選択できる。大量、数十から千以上のサンプルの連続分析ができるように、サンプルはウェルプレートや複数本のバイアルに入れて装置内にセットするようになっている。サンプルを保冷、保温する機能がついているものもある。 混合物で構成される資料を分離する。一般に、ステンレス製の筒の中に、微細な魔球状の多孔質シリカゲルを、アルキル気筒で収縮したものを充填して用いる。分子目的であれば、粉砕シリカゲルも用いられる。シリカゲルの粒子径が小さければ小さいほどピークの分離性は良くなるが、創液に必要なポンプの圧力が高くなる。そのため、ポンプマイナスインジェクター間、 インジェクターマイナスカラム間の配管の耐圧を上げたり、カラム自体を比較的高温の元にさらして、溶媒の粘度を下げ、抵抗を小さくする工夫をしている。各種の高速液体クロマトグラフィーの項目にある違いはカラムの違いであることが多いため、装置はそのままでカラムの変更で行える場合がある。ただし、誤って不適当な溶媒を通すと、 カラムを破損することがあるため、切り替えを行う際には注意が必要である。内部にカラムを収納して加熱あるいは冷却を行い、カラムの温度を制御する装置。カラムヒーターとも称する。カラム周辺の温度の変動によって、溶出時間が安定せず再現性が悪くなる場合があるため、カラム温度を一定に保つために使用する。また、カラム温度を 分離条件のパラメーターの一つとして積極的に利用する場合もある。過温することが多かったため、オーブン、ヒーターと称されるが、現在では周辺気温より低温にするための冷却機能がついている装置も多い。また、周辺気温付近で使用する場合にも冷却機能は一定の効果がある。ディテクター、検出器としては、 目的とする物質の性質に応じて、光学的性質、急高度、屈折率、蛍光度、電気化学的性質、質量分析法などを利用する装置がある。なお、j i s k 0 1 2 4 2 0 0高速液体クロマトグラフィー通則によると、急高高度検出器、UV、ビス検出器、蛍光検出器、試作設立検出器、電気化学検出器、 電気伝導度検出器、質量分析系、赤外分光高度計、線高度検出器、塩二式性検出器、水素塩イオン化検出器、放射線検出器、有電率検出器、化学発光検出器、電子急行分光分析装置、誘導結合プラズマ発光分光分析装置、高周波プラズマ質量分析系、熱検出器、光桜検出器、粘土検出器、 イオン電極、超音波検出器、核磁気共鳴装置が記載されている。主に音性物質の定量に威力を発揮する。詳しくは質量分析法の項目に委ね、ここでは LCMS で使用される代表的なイオン化法と検出部を列挙するにとどめる。ディテクターから出力された電気信号を記録し、そこからピークを検出、解釈を行う。結果は、 感熱紙等に印字される。装置のコントロールをしないのであれば、どのメーカーのものを使用しても問題はないが、通常は装置のコントロールも同時に行うため、同じメーカーのものを選択する。現在では、インテグレーターとして、Windows PC を用いることが多い。この PC ベースのインテグレーターの中には、メーカーが異なる装置をコントロールできるものも存在する。 利点として、複数のソフトウェアの使い方を覚える必要がないため、教育コストが下がるという点が大きい。組み込み OS を用いて、専用設計されている、インテグレーター機器もある。純正クロマトグラフィーは、高速液体クロマトグラフィーにおいて、最初に使われた。固定症に高極性のもの、尻掛を、移動症に低極性のもの、例えば、ヘキサン、酢酸エチル、 クロロホルムなどの有機溶媒を用いる。分析物はより極性の高いほどより強く固定症と相互作用して溶出が遅くなる。また、極性の高い物質の割合が多い移動症ほど溶出が早くなる。純症タイプは近年の逆症タイプの発展とともに使われることが少なくなったが、純症タイプは逆症タイプをはじめとする他の分離、モードとは異なった特性を持つため、 目的によっては非常に有効なものとなる。例えば逆小タイプでは分離が困難なトコフェロールの異性体や保持の困難な糖類を容易に相互分析することができ、また主に水を含まない移動症を用いるので水に難容の使用性ビタミンや加水分解されやすい酸無水物などの化合物の分離に公的である。また 純正クロマトグラフィーのバリエーションとして、と称する分離モードのカラムが市販されるようになった。固定症に未就職シリカゲルあるいは表面を極性器、ジオール、アミド、スルホベタインなどで就職したシリカゲルを移動症に水を含む移動症を用いることにより、純正クロマトグラフィーでは分離が困難なアミノ酸などの極性化合物を分離することが可である。最近では、 従来の純粧モードを水、メタノール、アセトニトリルなどの高極性移動症を用いて行える水性純粧クロマトグラフィーも使われている。このモードはヒリックと混同されがちだがヒリックは固定症表面に形成される水槽での分配を保持機構としエインピーはシリカハイドライドをベースとした特殊な充填材への表吸着に依存するため同一ではない。 前述した従来の順序タイプに対して逆序クロマトグラフィーにおいては固定序に低極性のもの。例えば、シリカゲルにアルキル元を共有結合させたものを移動序に高極性のもの。例えば水や塩類の水溶液、アルコール、アセトニトリルなどの有機溶媒を用いる。また珍しいケースではあるが、分離のための移動序 PH を シリカゲルの使用範囲から外たところに設定する必要がある場合、あるいはシリカゲル表面に残っている未反応、シラノール元が分離に悪影響を及ぼし、かつ、それが移動症の変更によっても解決できない場合には固定症として樹脂を用いることがある。分析物はより極性の低いほどより強く固定症と相互作用して溶質が遅くなる。また、 極性の低い物質の割合が多い同動ほど溶質が早くなる。なお、カラムは、シリカゲルに炭素差、数十八のオクタデシル元を結合させたオクタデシルシリカすなわち、アズカラムが最も広範に用いられる。逆小クロマトグラフィーは、従来から低分子量物質の分析に用いられていたが、最近では、拡散やタンパク質分析にも用いられている。 タンパク質を分析する場合には、最高傾の大きな化学結合型シリカゲルをカラム重填剤として用い、移動症条件としては通常 pH2 から3、あるいは中性付近で有機溶媒量を増加させていくグラジエント用法が用いられる。ワゲルの各ロマトグラフィーまたはとも呼ばれ、分析物をそのサイズにより分離する。 サイズの小さい分析物ほど固定床であるゲルに引っかかり溶質が遅くなる。分子部類を用いて行う。では、無機イオンや高極性分子を電化を利用して分離する。非イオンタイプと陰イオンタイプの両方がある。イオン交換樹脂を利用する。高速液体クロマトグラフィーの装置において分離を行う場であり、消耗部品である。一般的には、微細な、 数マイクロメートル魔球状の多孔質シリカゲルをステンレス製の管に充填したものが多い。目的、分離手法に応じて様々なタイプの HPLC カラムが存在する。下記に代表的なカラムメーカー、50オンジュンとブランド名を列記する。システムとして、ポンプ、インジェクター、ディテクターまでを一貫して製造しているメーカーを挙げる。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。